はい、おぼちゃんです。やばい、過去一暑い、都会ですね。都会違うな、都会でもないんだけど都会だわ。庄内側に来てます。ちょっとね、実家に寄るついでに庄内側に来ました。いやー、何ポイントかね、候補はあったんですけど、川辺がジャングルで何かアブがいるな、あの辺踏み分けてきましたね。うるせ、ちょっとね、探してみたいと思います。なんだこの模様は、こういうの見たことないな。ちょっと濡らしてみようか。なんかね、やっぱこの辺まで来るとね、石がもうね白っぽいし、水もねそんなに綺麗じゃないんで嫌なんですけど、よいしょ。ああ、なるほど、面白いですね。行ってきましょうか。まあ平地は暑い本当暑い。あと、なんつうの、この緩やかな川独特のこの匂い、これがあるからな。下の方はまあとりあえず暑すぎるんで軽く探します。いやー、なんか物量はあるんだけど、なかなかないね。お、これはなんだ、この模様は。石英こんな風にならないよな。ちょっと洗ってみんとわからんね。ちょっと言っときます、これ石だよな。石だよね これなんだ、違う、こっちこっち、なかなか、繊細な模様の中に太い脈が、なかなか綺麗ですね。まあここではいい部類でしょう、これは行っときましょう。お、なんかすごい三角だねこれ。あ、なんかいい堆積してんねこれ。おー、結構模様いいわ。なんだこれ、おー綺麗っすね。いいじゃんいいじゃん、独特の形といい。これなんか濡らしたらもうちょっとはっきりしそう。まあ帰ってからやるか。行っときましょう。もうまたなんか これ座りがいいかな、もしかしたら。いいっすね、行ってみましょう。色が豊富だね。山吹色、赤色、緑色、紺色、4色、1,2,3,4,5 色ぐらいあるねこれ。へえ、いいですね。
行ってきましょう。すごいガラス質になってんね。この色の濃いとこと裏はなんか普通のようだけど、もうだいぶ削れて、ここの濃い色が気になるね。これ多分研磨したら綺麗な模様が出る系じゃないかな。ちょっと行っときますか。はあ、風が出てきた。これは何だろう。なんか色入ってんな。不思議な。ちょっと行っときますか。あとなんかもう一個あったな。これか。よいしょ。うわあ。おお。いいね。しっかりラインがあるけど、まあ色がそこまで差は出ないかな、あんまりね。でもまあこういう感じだね。まあでもこういうね、なかなか均等にこの幅で一周入ってるのって。意外と俺の中では珍しいから行っときます。なんかまたすげえ色してんなこれ。なピントが合わない。あれピントが固定されちゃってんの。おいおい、あ、立ち合い、来た来た。なんだこれ。すごい色だな。色がすごい。入ってる模様もなかなかパンチあるねこれ。いっときますか。この色すごいな。なんか上は黄土色っぽいけど、側面が色が違うね。よいしょ、あれよくわかんねえ。あ、裏もあれか。こういう感じか。まあいいか。ほよよ、なんだこれ。一瞬鳥の糞かと思ったけど違うな。なんだこれ。裏はまあ面白いな。裏は普通の石だけど、まあでも脈入ってんね。ああこれ最後にいっとこうか。いやもうね、汗が滴り落ちてくるんで、あともうシャツとかねパンツが張り付いて不快なんで、帰ります。明日活動限界1時間だな。よし、はい、今回のやつらですね。なんか雨降ってきちゃったな昨日は暑かったけど今日はまあそこまでもない、過ごしやすいですね。ちょっとね、濡らしてみようか。おう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 、鮮やかだね。ちょっとこれ洗ってみようか。はい、洗ってみたけど、まあ中はちょっとね取れませんね。表面だけですけど、なんですかねこの模様は。
謎ですね。ちょっとこれサンポール漬けいきましょう。でこれね、うわぁ綺麗ですね。すごい色です。おー、いいですね。これはまあ濡らしたのは現地で濡らしましたよね。いいね。あ、これもなかなか渋いね、色がいいね。これちょっと島が濃くなっちゃったな。まあでもいいと思います。あ、これも、あ、いいですね。深みがぐっと上がるね。これも謎だな。これちょっとこっち側きれいにするか。まあブラシでやっても変わんないですね。これもちょっとサンポールいっとこうか。石英っぽいね、脈は。こいつもちょっと謎だけど、なんだっけな、あれに似てるね。あれあれあれ、どこ行ったっけどこ行ったっけ、この前のやつ。あれ、まあいいかどっか行っちゃった。あー、これはね、島の感じが濡らすとちょっとなくなっちゃうね。これは乾いてる方がいいですね。で、これがこういう感じか。中のこの色ね。で、最後にこれか。カラフルですね、やっぱり。はい、今回はこんな感じですね。で、前回のあのサンポール漬けしてたこいつは、これだね。なんかね、色が変わってる。ブラシでちょっとやってみるか。なんかね、よくわかんないね。石灰は石灰なんだけど、なんかよくわからんもんだな、これ。僕にはちょっとわかりません。はい。なので、これをね、ちょっと、また、つけときますんで、別の動画でお会いしましょう。それではまた。カラフルー。